よし、これでよく眠ってるみたいだし、仕方ね。その前に。おい、イレイズ。ヒイラギさん。はあ、おい、安心してでもやはり安心して。お前はあの得体のい異界ある程度それはこの世界がなそんなそれは様今回の場当然公にはされていない。多くの場合原因不明の事件や不可解な自然災害、そしてそんな異界を監視するそ結社ネメシス、暗き翼と真実を捉える目を掲げる者たち、私が所属している組織よ。まるでアニメっつとてもじゃないか。言ったでしょ、理解できない。倉敷さんも朝にはちゃんと家まで送ってあげる。待ってくれ、いくら敵か。いくら敵重ねて言うわ、プロとしての。ええ、これどうかしたわけ？急い、ええ、これどうして、どうして、知らない、悪いけど部活に遅れるから。
うちは部活。あら、こんにちは、部長の寺田よ。2年生みたいだけど見学に来たのかしら。男子の活動日は、いや、実はちょっと後輩の様子を見に来た。なるほど、子供の頃にお世話になった。そんな大層。久しぶりに組手をやったら。あの子は本当、中学を卒業したばかりとは思えない次元の違う。ええ、あの子の実家の生島流、高校でやる空手とは違うけど、他の子たちも行く。何度言ったら分かるの。これは基本の型を身につけるための組手だって。他の1年が真似をして怪我でもしたらどうするの。あんた一人のための部活じゃないんだからね。勝手なことばかりして他の人に迷惑をか。あいざ、ああ、もう時坂君。じゃあ俺も空にはまた。ありがとう。そこどうしたの。